ゆうと TV ゆうと TV ゆうと TV。 はい、どうもゆうとです。マツダスタジアムに楽天ファンの方が来られてますんで、なぜ楽天ファンになったのか、他球団にない楽天の魅力っていうものをこれから聞いていこうかなと思います。そうですね、やっぱこの色ですねこの色がきっかけなんですか？そうですね、楽天で買い物をします。楽天で買い物するからファンなんですか？はい、そうです。楽天の魅力は、弱くても頑張ってくれるところです。昔のカープみたいです。いつか優勝3連覇目指して頑張ります。楽天1点取るぞ。おーアホ勝つんじゃ。親が楽天ファンだったんで影響です。兄と一緒で親が楽天ファンだったからです。兄だったんすか？楽天の魅力は新しい最近できた球団なので、応援とかも今風な応援が取り入れてまして、応援してみて楽しいですし、球場とかも観覧車とかメリーゴーランドとかできて面白いので、ぜひ広島の人も仙台に来てみてください。今年は楽天日本一目指すぞ。せめてクライマックスまで一緒。道山ファンだったんですけど、新卒で東北に来て、そこで楽天のファンに僕はなりました。もう震災後にちょっと東北を元気にする協力をしたいなと思って球場に行くようになって、球場の周りがちょっとお祭りみたいな感じで面白かったので行くようになりました。魅力はですね、やっぱ外であのお酒を飲みながら野球を見れる、暑い中ビールをひたすら飲むので、それが僕の中では一番の魅力ですそこ広島もすごく気持ちよくお酒飲ませてもらってますあ、お酒飲みに来たんですか？そうです、お酒飲みに来ましたやっぱり野球はドームじゃなくて球場で見ないとダメでしょ。楽天の魅力は助っ人外国人がユニークです。例えばウィーラー。やっぱり顔ポテトヘッド今年は若手の育成をするぞ。いやいや、まだ始まってばっかりだ。そうだよね大阪出身で近鉄ファンから楽天ファンになりました。京セラ行った時にひじりさんを見て、すごい足も速くて守備も上手くてかっこいいなと思いました。そこから楽天を応援してます。ひじりさん、おひじりさん今200盗塁まであと4つなんで、今日も明日もずっと走ってもらって早く200盗塁を達成してほしいです。楽天の魅力は東北の人たちにあったかいところですね。僕らは関西人で阪神大震災を経験して、東日本大震災、それでまたみんなで頑張ろうって盛り上げているところが、まあ感銘を受けているところですかね。球場でグルメとかグッズとかがすごいたくさん売ってあって、小さい子供さんからすごい幅広い層まで楽しんでもらえるところだと思います。カープファンの皆さん、楽天生命パークで待ってます。関西人なんですけど、ひじりさんファイト。地元が宮城県で初めて行った時に面白かったからです。楽天にはかっこいい選手がいっぱいいるからです。島が大好きです。2005年に初めて楽天がチームできて、それまで巨人ファンだったんですけど、地元にやっぱ球団ができるっていうところで大好きになりました。楽天の魅力は、まあ、東北魂ですね。東北の熱い心をここにぶつけたいと思います。楽天最高。やっぱりマー君、マー君、そうだよ、マー君だね。マー君が好きです。皆さんマー君ですか？そうですね。私はあの同い年なんですけど、高校野球の時から見てて、プロ野球でも活躍してて楽天も応援するようになりました。24勝がすごかったね、24勝ゼロはね、はい、楽天イーグルスの魅力は弱い期間の方が長いけれども、みんな一生懸命応援してて、ファン同士で慰め合って傷を舐め合いながら、でも2013年のあの輝きを信じてみんなで応援できるところかな。そうだね、確かにね、あの時をもう一度見て、今年も辛いけど応援しますあと楽天はほら外国人さ、面白いじゃん、みんな個性的だし、うん、チームワークもいいし、たまにこう打順見てるとオコエとかあとフェルナンドとかも入ってくるから、うん、外人何人とか分かんない。もう一人外国人のお声と日本人のお声が、お声ディクトっていう観覧車とかはもう有名だと思うんですけど、最近また新しいアトラクションができて、イーグルブリッジっていう、何それ皆さん知らないですか？知らなかった。一本橋の先にあるブランコはめちゃくちゃ怖いです。高橋さんが安い、高い橋だから高橋割っていうのをやってる。高橋っていう名字の人が行くと安くできるってこと？安くできです。全国の高橋さん、ぜひイーグルブリッジ行ってみてください。500円安くなります。描きかけのこの海図は握り締めて進めばいい。確かなこと刻む今で掴め光る未来。ゆうと TV チャンネル登録よろしく。